私は一人旅に来ている。人生で一度見ておきたい景色がこの538の石段の先にある。私の好きな和歌山カラーズ、新宮市で熊野ぶらり心のお散歩。わあすごい、断崖に鎮座するのが御神体のことびき岩だ。昔から御神体のことびき岩がこの町を見守っているのか。神倉神社のある和歌山県熊野エリア、新宮市も位置する熊野エリアは聖地、よみがえりの地とも言われている。それゆえ日本最強パワースポットと呼ばれているのだ。熊野の神聖な空気に触れ、たっくさんのパワーをいただく私。そして新宮市に来たら足を運びたかったあるお店へ。インスタで大人気、多い日は600人以上も行列ができる関西ですっごく有名なかき氷屋さん。お店の自慢は極上のクリスタルリバー小座川の名水を72時間じっくり時間をかけて凍らせた純氷を使ったかき氷。私は和歌山県名産の柚子を使った柚子ミルクと、新宮市の夏の風物詩と言われているかき氷を食す、涼しげなスイカ氷。この辺りでは定番なんだって。かわいいな。氷がふわふわさっぱり。そしてスイカ氷はなんだか懐かしい味。ちょっとクールダウンした体でまたまたパワースポットへ。鳥居をくぐると朱色が鮮やか。熊野早玉大社、熊野早玉の狼と熊野伏見の狼の夫婦神が主催神。今も昔も人々を分け隔てなく受け入れ癒してきたに違いない。御朱印帳も忘れない。これで心のパワーは満ちた。ということでお腹を満たすことに。旅の締めくくり、日本最古のファーストフードと言われている郷土料理。失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。めはり寿司。この地域に伝わる郷土料理めはり寿司は、握り飯を醤油を浸した高菜の葉で包むというシンプルなお料理。和歌山県で心のお散歩。今度はあなたのカラー見つけに来ませんか？